どうもおはようございます、大見飛龍です。公演も2日目を迎えまして、劇場のですね、階段から本日ご挨拶でございます。このマスクは濡れマスクです。喉を保護するためにここら辺ずっと加湿状態で、生声でお送りさせていただいておりますので、ワイヤレスマイクは使用しておりません。完全に腹式呼吸でお送りさせていただいております。さあ、もう舞台の方でみんな稽古してますんでね、朝の、稽古行きましょう。はい、おはようございます。はい、よろしくお願いします。はい、さあ、場所も変わりまして、朝日劇場入り口エレベーター前に来ました。こっちはね、劇場に続く階段となっております。今回ね、おかげでたくさんのお祝いのお花をいただいてます。紹介していきましょう。じゃじゃんと、こちら喜び座座長、不動大和座長よりいただきました。ありがとう。そしてこちら、じゃじゃんと、喜び座代表かつことらより、あ、そこ呼び捨てにした、なんでや、かつことら代表よりいただきました。ありがとうございます。はい、2階に上がってきました。豪華ですね。じゅわー、こんな感じ、ずわーといただいております。ありがとうございます。まず、株式会社モナ様よりいただきました。ありがとうございます、サンキューです。そしてこちらの方行きまして、また同じく株式会社モナ様よりいただきました。ありがとうございます、豪華にドーンと。そしてかわいいミニオンがくっついてます。濃厚さんよりいただきました。ありがとう、サンキュー。そしてこの赤と青のでっかいバルーンです。めちゃめちゃでかいです。ひさちゃんとタムリンよりいただきました。ありがとうさんでございます。めちゃめちゃでかいです。もうこの2階のロビーを半分ぐらい使ってます、花輪だけで。そしてこちら、17ライブで出会いました、ね、お座敷助さんこと坂田助トラリンさんよりいただきました。じゃじゃんと、ね、実はね、ここだけの話なんですけど、今回12月のこのね、30周年公演に出てほしいと僕はね、オファーを出していたんですけども、いろいろなね、スケジュールの関係上ちょっと今回合わなかったんですよ。でもね、さっき昨日 DM し合ってたんですけどDM し合ってたっておかしいけど、今度はね、ぜひ一緒に顔合わせてやりたいねっていう話が出てました。皆さん楽しみにしててくださいね。ありがとう、スケさん、ありがとう。各座員のですね、プロフィールを今日から紹介していきたいと思います。プロフィール、うん、うん、はい、生年月日お願いします。あの、年はいいです。1974年、言っちゃった。11月20日です。はい、血液型 B 型です。好きな食べ物、好きな食べ物パイナップル。嫌いな食べ物、嫌いな食べ物は生のサバ。おう、特技、特技すぐ寝れます。趣味、趣味韓国ドラマです。はい、以上です。ありがとうございます。さあ、本日の幕も開きます。今日も昼夜公演なんでね、明日はね、お昼だけなんですけども、その次の日が合同公演にあたるので、夜の部を返上してお稽古になるかと思います。頑張りたいと思います。まあ、この顔見てわかるでしょ、今日はあの芝居です。お楽しみください。体力続くかな。じゃあ行ってきます。11月4日かかってこい。
新宿袋中央無尽に好きが飛び交う街昼の部が終わりました。手消毒して、手まで消毒して食べたいものがあるんです。それは何か、これです。じゃじゃーん、551の豚まんです。差し入れです。いただきました。ありがとうございます。それと本日の劇団のお弁当は、あのね、新世界にね、ママクックっていうお弁当屋さんがあるんですけども、美味しいのよ。安くて美味しいの。本日卵丼です。で、それとこれ、焼き鯖寿司、ボトムズアップっていうお寿司屋さんがあるんですけど、そこの差し入れです。差し入れです。ありがとうございます。あの、うちの劇団の座員の子が勤めてるお店です。勤めてるお店ってなんかそういうお店ちゃう、そういうお店ちゃうよ。友達とね、友達のとこでね、あの、働いてるんですよ。女の子がね、お寿司にいるんですよ、その友達っていうのは。ラムちゃんやったっけっていうんですけどね、あの、うちのアスカの友達ですわ。で、アスカもその店で、あの、お仕事してるからね、差し入れいただきました。ありがとうございます。ボトムズアップに行ってください。何区やったっけ。住吉ちゃうな、住吉か西成あたり。ちゃんと聞いときます。ちょっと